人でロッカールームに行ったな。なぜだ？だなぁ。ストッキングが転生したから取り替えに戻ったのよ、このセクハラ野蛮人。ストッキングが転生やったんだろ、お前が。わしはやってない。いい加減吐けって。楽になりたいだろ。あんたがいつも校長のことでぼやいてたって。